セルフサービス。セルフサービスとは、顧客が直接商品を手に取って選び、低価格、短時間の買い物ができるようにした、販売形態。レストランなど飲食店では、料理がすでに出来上がっており、これを客が選び取って自ら配膳する。セルフサービスの起源は1916年に、クラレンス・サンダースが、テネシー州メンフィスにオープンした食品や日用品を販売する。 グロサリーストアとされている。1910年代に米国の小売業をリードしていたのは、グロサリーストアのチェーンストア A&P で、A&P はエコノミーストアという販売形態で他店、展開していた。エコノミーストアの販売形態では来店した客は、カウンター越しに店員に注文し、店員が棚や倉庫から商品を取り出して、代金と引き換えに商品を渡す販売形態であった。 一方、クラレンス・サンダースのセルフサービスは来店した客を直接倉庫に入れて自ら商品を手に取って選べるようにし集中レジで生産するという販売形態で一気に全米に広がった。セルフサービスはもともと店側の省力化のための方法であったが、顧客が自ら商品を手にすることができるため、買い物時の好奇心を刺激するシステムでもあった。その後、 先進国を中心に、スーパーマーケットや、コンビニエンスストア、または、ディスカウントストアや量販店でもこういった業態が、大衆向け小売り店の一般的な形態となっていった。1996年には、売り場だけでなく、生産もセルフサービスで行う、完全自動セルフレジが登場した。顧客自身が直接商品を手に取って選び、買い物カゴや、ショッピングカートに入れ、 それをレジで一括会計し代金を決済する。これは客はレジを通さない商品を店外に持ち出さないという顧客店舗側との信頼関係になり立つもので来店者が隠した商品をレジを通さずに持ち逃げする万引き防止が課題となる。一方でレジで商品の打ち間違いなどや金額の誤認などにより客の支払いに不足があっても信頼問題に発展することから こういった人的ミス、ヒューマンエラーの予防も重要視される。今日においては、社会の情報化が、レジのシステムを飛躍的に高機能化させ、商品に値札とともに、あるいは商品パッケージそのものに添付された、バーコード、JAN コードの読み取りによって自動に集計し、さらには、レシートやレジ内のジャーナルと呼ばれる記録に、何を何個売ったかが残るようになっており、 こういった情報は商品管理と顧客側が後から何に対していくら支払ったかが認できるようになっており、これら高機能化したレジスターは広く普及している。とはいえ、最終的に決済する時点で顧客は皆レジを通らなければならないため、来店者が増え店内が混雑してくると必然的にレジ前には渋滞が発生し、顧客側にもストレスを与えることにもつながる。 こういった問題の単純な解決策は、レジを多く設置することではあるが、単純に、レジの設置スペースの問題から、来客の集中する時間に合わせて、従業を増やす必要があるなど、店舗の規模によっても限界があり、レジスターの装置側でも、より効率よく素早く商品のバーコードを読み取るため、その機構にも改良が続けられており、さらには、バーコードから IC タグを導入して、 カゴの中の商品をいちいち取り出さなくても一括して読み取れるシステムも登場している。ただ、現時点で IC タグの単価の問題もあり、商品単価が低い商品には使いづらいなどのハードルも存在する。このうな問題を背景とし、2000年代に入り、日本でもバーコードを読み取り、端末を顧客が操作して、レジでの対応をスムーズにさせるセルスキャンニングレジスター。 セルフレジが一部の店舗で使用されるようになった。例えばあらかじめ会員登録した顧客に端末機を貸し出し、顧客がレジカゴに商品を入れる際にバーコードを読み取るいう方法である。そしてこれらの前提となるのが陳列棚に商品を随時補充する店員、イコール接客係の存在である。ノーサービスの場合は店員が訪れた買い物客の便宜を図ることはないが、 セルフサービスでは、こういった商品を補充する店員が随時店内におり、客は希望するなら店員の案内を求めることができる。店員は商品の性質や品質の説明は、もちろんのこと、買い物客が求める商品の取り扱いが店側にあるかどうか、さらにはその商品がどの棚にあるか、もしくは棚に切れている場合は在庫としてのあるなし。 入荷待ちの商品である場合は次の入荷時期などを案内し、店側の運営方針によっては、商品の取り置きや注文などといった対応を行う。ただ、商品の取扱い品目があまりに多いと、店員がその場で適切な回答をできない場合もあり、その際には組織化された店内の接客係責任者として、店長やフロアマネージャーなどの地位にあるのが接客を引き継ぐ。 なおセルフサービスでは商店内の陳列棚がそのまま商品と買い物客が出会う場所でありそのためには買い物客がまず商店の中に入ってこないことにはこの店で扱っている商品に何があるかがわかりにくい場合もあるこのため店頭には買い物客の目を引きまた気軽に入ってこられるようポップ広告などが示されるほかとりあえずレジ前まで客を誘導するために 特売など儲けを少なめに設定するなどした廉価で、客の求めやすい商品を並べることもある。こうして店内に誘導した客に、店内の商品を見せ、他の商品にも興味を抱かせるのである。セルフサービスは安価な商品を大量販売する場合において、極めて有利な販売手法で、いわゆる薄利多売商法では、非常に効率的である。反面、扱う商品の価値が、 高くあまり頻繁に売れるわけではない場合は、人件費分の値下げ幅も、全体の価格から見て、比率的に小さくなってしまうほか、防犯面でも問題があり、高額商品目当ての万引きを発させやすくなる、危険性を含む。また百貨店のような各々専門化した商店が集まったところや、専門的な商品を扱うところでは、セルフサービスした場合に、店員の説明がないと、 商品の価値、機能や品質が分かり難くなる面もあり、商品比較がしにくいため顧客の側も買い物し、づらいといった問題も出る。防犯面では、家電量販店のように IC タグを使って商品管理と盗難に備えることで高額商品を扱うことを可能にした業態が見られる。また、商品の説明では、商品パッケージに詳しい説明を掲載したり、 また商品陳列を工夫してポップ広告を出し比較に際して重視される情報を積極的に提供するなどの打開策が見られる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。